日本航空、ジャルウェイズ・ジャルウェイズの本部があった日本航空成田オペレーションセンター株式会社、ジャルウェイズとは、かつて存在した、日本の航空会社である。日本航空グループの構成会社であった。前身は、ジャパンエアチャーター。1991年より、ジャパンエアチャーターの社名で、福岡ホノルル線を最初に、チャーター便とウェット、リース便の運航を開始し、 1999年に、現社名に変更した。ボーイング747から 300SR、リゾッチャの、機内隊に訓練拠点を持ち、タイ人の客室乗務員を多数採用することで、運行コストを下げることが別会社を設立した、大きな目的の一つであったが、タイ人を採用したのは、教育程度が高く、しかも接客に定評があることと、日本から、 多数の直行便が就航しており、乗員の行き来がしやすいという理由もあった。コスト低減に貢献した上に、タイ人を主体としたサービスも好評なことから後に、チャーター便だけではなく、リゾッチャサービスが実施される、日本航空のリゾート路線を中心に、定期便を運行するまでになった。後に、フィリピン人の客室乗務員も採用するようになった。なお、 ジャルウェイズの2010年時点の客室乗務員の制服のブラウスの色が黄色であるのはタイにおいて黄色が王室の色であると同時にこの色の衣服を着用すること自体が同国の王室への敬意を表す意味があるためあえてこの色を選んだという噂がある。運行乗務員も日本以外の国籍のものが多いほかジャルウェズ所属の日本以外の国籍の運行乗務員による 日本航空所属のボーイング747の402も乗務していた。経営再検索の一環として、2010年12月1日をもって JAL WAYS は日本航空インターナショナルと統合した。JAL による運航であっても、コールサインは J-WAYS が使用され、表示される便名の IATA 航空会社コードも j であった。 ジャルウェイズの旧塗装のボーイング747から300型、キジャルウェイズの新塗装のボーイング747から200型、既前機が日本航空インターナショナルとの共通事業機材であったため、同社の塗装となっていた。マクドネルダグラス DC-10 から40、リゾッチャ機マクドネルダグラス DC-10 から40、リゾッチャ機自社塗装の機材が多く、 リゾッチャ塗装の機材も存在した。JAL グループであるため、基本的に JAL デザインと同じである。ジャパニアチャーターの DC-10JAL ウェイズの DC-10JAL ウェイズ運行便も、日本航空インターナショナル運行便の機内サービスに、準じており、日本航空インターナショナルの運行便と同様に、ファーストクラスエグゼクティブクラスの上級クラスのサービスも、実施している。 エグゼクティブクラスでは、タイ人客室乗務員も多く担当しており、タイ人客室乗務員の明るい接客対応は、高い評価も受けている一方で、難しい日本語が通じないことや、一部においては、マニュアル通りで、サービスに、融通きかないこともあるのが、マイナス面として指摘されている。なお、JALWAYS 運行便独自のサービスは行われていない。JALWAYS では、 日本航空からの出港乗務員も多く勤務していた。上に、国内航空会社、外資系航空会社で、客室乗務員を経験した、経験者採用枠にも力を入れており、こういった、日本人乗務員とタイ人、フィリピン人との混成編成により、タイ人やフィリピン人の弱い日本語面でのサービス強化を図っていた。客室乗務員の採用試験を受験する者にとっても、 人気の高い航空会社であったが、英語圏をメインとした国際線のみの運航、また外国人客室乗務員との細かな意思疎通が必要なため、日本航空インターナショナルや他の国内航空会社よりも高い語学力が求められていた日本航空インターナショナル運航便の地上サービスと同様で、j a l ウェイズ運航便独自のサービスは行われていない。ありがとうございます。